んにちは、あいです。今日は1年後の自分は何をしてるというお話です。人生の目的とか、なんかこう究極のゴールみたいなのを設定して、それに向かって進んでいくっていうのもいいんですけれども、それだけだと息が切れてしまうので、なんかこう直近の目標を立てて、でそれに向かって進んでいくっていうのもいいんじゃないかなと思います。例えばマラソンで 42.195km を目指して頑張ろうと走ろうとしても、なんかすごく遠い感じに見えるけど、途中にある10km、20km、30km みたいな感じである途中の標識を見て、あ、10キロ走れた、よかった、20キロで半分まで到達した、30キロあともう少しだ、で40キロあと一踏ん張りみたいな、そんな感じでやってると、実は 42.195 キロはそんなに大変じゃなかったりします。私も過去マラソンしてたことがあって、その時は本当に一番初めのマラソンの時はもう 42.195 キロ未知の世界で、わけもわからなく出場したんですが、その時もやはり10キロ、20キロ、30キロっていう形で横を通っていく時に、なんかこう達成感を感じたり、なんか前に進んでるっていう感覚があったので、とても良かったなと思います。でそういうふうに考えると、なんか1年後は何してるんだろうとか、2年後は、3年後はみたいな、本当にちょっと頭の中でちょっとこう笑顔を思い浮かぶような、それぐらい近い自分っていうのを想像してみるのもすごくいいんじゃないかなと思っています。例えば私は今は本当に物を少なくして生活費も減らして、でその分余った時間やお金、エネルギーを使って旅行したいっていうのがあって、でそうやってなんか本当にやりたいことにいろいろエネルギー使うような生活をしたいなと思うんですが、そういうこう大きい目標っていうかゴールみたいなのがあっても、実際にじゃあ何をしようかなみたいになると、なんか漠然としてしまうので、直近で言うと今から春の青春18切符を買って、国内の温泉や海が見えるとこ、景色のいいところにちょっとこう関東から行けるところを探していきたいなっていうのが直近の目標であって、でそれに向けて今情報収集したり、なんかこうプランを考えたりしています。そういうのを考えている時って本当に楽しくって、時間を経つの忘れたりするぐらい私は大好きなんですけども、旅行じゃなくても本当に自分がやりたいこととか、ずっとこう時間ができたらやりたかったことや、お金があったらやりたかったことみたいな、そういうのがそれぞれ皆さんもあると思うので、それをまず思い浮かべて、で今できることなんだろうって考えて、直近の目標を立てて、それに向かって進んでいくと、それを考えている時間だったり、それを達成するまでの時間っていうのが、豊かな時間になって、幸福度の高い時間を過ごせるんじゃないかなって思います。ということで今日は1年後の自分は何をしているというお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。